はい、どうも、福来たるのあつや、チャンナー、リック、クリス。第2回、センスしりとり。イン・ザ・クリス・カーということでね、好評やったんですか。はい、もう好評の好評ですよ。初めて聞いた。うん、嬉しいな。あともうセンスある言葉をみんな言って言ってくれるっていうね、うん、もうコメント欄でもしりとりが始まるとか。いいえ、楽しそうなコメント欄やな。いいセンスの人おった、そのコメント内で。はい、いました。おありがとうございます。センスあったな。センスしりとりって言いますのは、うん、もうただただセンスある言葉、うん、これを、しりとり形式でやっていくということで、うん、センスあれ何でも OK、うん、じゃあやっていきましょうか。お願いします。福来たる、誰から。もう全然誰でも。じゃあなんか言葉与えたってくれ、チャナに。わかりました。じゃあラテ。ん？ん？ラテのテ。ラテのラとランやろ。え、テコンドー。おお。ゴロ好きやねんな俺、テコンドーの。やろう。あ、そうなんや。うん、どこがいい？テコンドーの。叫びたくなるよな。あ、もう全体通していいんや、うん、テコンドー、うんうん。山行ったら絶対に。テコンドーやな。ヤッホーからの。テコンドーや。ヤッホーは言うんや。言うんや。そこは一応な、あくまでも。うん、なるほど。山びこですよっていうのを伝えとかな。うん、なるほど、うん。ドルフィンキック。いいな、うん。水泳やってた俺たちからしたら。うん。うん、輝かしい、うん。すごい鮮やかな。なるほどね。景色が見えるよな、そういうこと言われたら。やってた姿が、うん、なんか俺ドルフィンキックって言ってんけど、うん、言っただけじゃなかった。えちょっと息止めて。あ、水中や、だからあくまでそこまで刺してほしかったなっていうのはあったな。うん、俺は刺してたけどな。え、うせやん、うん、言ったら、うん、そこでセンスがっていう。うん、うん、あ、そうやな。言わずもがなのセンス。なるほど、うん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 、ありがとう、優しくな。うん、うん、クリーチャー、クリーチャー、うん、発音はそれで合ってる。え、クリーチャーで合ってる。クリーチャーやな。クリーチャーやわ。え、どんなのなん逆に。クリーチャーちゃう。いやー、それはちょっとなんか一般すぎるな。あー、なるほどね。あえて外すっていう、はい、音。そうそう、歌上手い人とかでもさ、うん、変えてくるやん、はい、みたいな感じちょっと出ちゃったかな。ハモらせれんねや。うん、いけるいける。同時に言ってみる。見て、俺じゃあどっち行こうか。クリーチャーで言ってもらう。クリーチャーで言ってみる。せーの、クリーチャー。うわぁ。すごいなぁ、うん、全然違うやろ、うん、ハーモニーやな、うん、ハーモニーか、これが。ありがとう、ありがとう。チャチャね、チャなんかもうね、うん、いっぱいあるから、うん、めっちゃめっちゃ。ただその一番星を見つけてこれるかっていうのが、うん、チャルメラ。あ、多分今頭の中で思い浮かべてた茶がいっぱいあると思うんだけど、茶から始まるセンスがな、一番やっぱなよな、こう趣があるっていうか、うん、情景浮かぶよな、うん、そう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 、おじいちゃんとかが、うん、すごいなんかあれやな、リクって思ってた以上に優しいねんな。すごいなんかそういう面見れたわ。やっぱお割とおじいちゃん子やったから。あ、そうなんだ、うん、いやもう何も言わんでいいよ、うん、すっごい優しい子やね。あっちゃん、うん、あったかいわ。そういうのも知れる企画になってるんや。うん、うん、なんかいいな、センスしりとりを通して。はいはい、こんな感じ。確かに、うん、キャンプファイヤーしてる感じやな、今な。なるほど、おいおい、うん、あったかいな、うん、なんかよかったわ。
ごめん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 な、うん、ごめんな、うん、ちょっと出ててえ、うん、あごめんごめん、それごめん、すごい待ってくれるんやな、紳士やわ、ラジカセ、うわこの流れで、うん、古き良きをもう連続で言ってるやん、うん、ラジオじゃないっていう、ラジオじゃない、うん、ラジカセでちょっとせいでまたいいパスになってるから、そうやな、うん、うん、ごめんやけどちょっとあの雰囲気変えるわ、おお、いいね、どうですか、セルライトスパか、ガラッと変わるね、一気に、うん、大阪でもそんなに売れてない、うん、けど割とみんな知ってるようなお笑い芸人さん、うん、ガラッと変わったな、うん、雰囲気が、ええな、パーええな、パーいいやろ、めちゃめちゃええ、楽しいし、嫉妬するわ、なんかいい古着屋見つけたみたいな感覚やな、うん、なんどれ、うん、みたいな、うん、パリいや俺はアウトです、これは俺はアウトやわ、待ってくれ待ってくれ、もうだいぶやな、どうあのね、ちょっとな、早いかなっていう感じかな、何週かやな、もう一週に週いや、そうやな、タイミング、そうやな、だから、数もそうやなんよ、うん、前回の、前回の、うん、あれはあのタイミングで数やったから、すごい逆にセンスっていう、はいはいはい、うん、あったやろ、その感じやって俺も分かってたやん、うん、あ、数枠やなって思って、うん、でもこれいいタイミングで出したら、まあ、おーってなるやろなと思ったけど、うん、ここはえ逆に、うん、あえてセンスの先歩いてたってこと、ここを選ばして選ぶ、え、ちょっと待ってしっかりこいつここを選ばしていただきました、センスを抜かしただからなんやろな、崩し名称をつけるなら、この場所で出したっていう名称を仮につけるなら、うん、今の技名がそう崩し、崩しになると、なるほど、そうそうそう、ピカソ的なね、なるほどな、なんかこれを機にみんながスキルアップするよな、うん、なんかそういう面でも、うん、なんか技を見せてくれるというか、うん、先陣切って、うんうん、でこれから俺らもこれを使える崩し、うん、であつや、もう、もう大丈夫大丈夫、あ、俺アウトやで。すごい褒めてたのに。じゃあなんかアウトなら、うん、終わりです。セーフで。あ、うん、そらそう、うん、そらそう。じゃあに感謝。そらそう。リロ&ステッチ。あ、う、いやこれ好き嫌い分かれると思うね、正直、正直な、うん、冒険した気分ではある、はいはい、よな、俺なんかあんまり言いたくないけど、うん、これはあんまり好きじゃないな、うん、いやそれはありやと思うね、うん、みんな好き嫌いがあるやつ、はいはいはい、それなさもちろんそうや、センスも違うな、これ、うん、セロリみたいなな、うん、そう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 、ほんまに好き嫌いがあって、うん、でもこれ嫌いでも、うん、俺はなんか全然なんていうの、セーフというか、あ、そうなんや、うん、好き嫌いではないってことや、測る場所は、うん、好き嫌いね、うーん、嫌いでもセーフってこと、はい、そうそうそう、うーん、ブランドステッチに関しては、ね、うん、はいはいはい、はい、うん、だこれ多分結構コメント欄とかでも結構多分言われちゃうかもしれへんねんけど、うん、ここは言わせてほしい、うん、リロ&ステッチ叩かれるの覚悟で全然いい、うわ、ま、これが言えるなら全然いい、マジか、俺は下がる気はないし、また広げてくれたね、うん、幅を、別になんかみんなのために俺ら YouTube やってるわけじゃないから、うん、俺は別に俺のやりたいことをやるために YouTube やってるわけだから、うんうん、だからここは引かれへんな、ごめんやけど、リロンのスティッチ、リロンのスティッチなんか全然セーフやわやっぱり内心っていうのあるというか、うん、やっぱりな、うん、どこの高校受験するにせよ、うん、内心っているやんか、うん、はい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 、このセンスしりとりが、うん、そのなんていうただの試験ならば、はい、今のリグのこのリロ&ステッチに対する思い、うん、笑ってんの、笑ってんの、どういうこと、そ
その内心も評価したいな俺は。あ、うん、はい、ありがとう。アウトでセーフって言ってたのに裏切り早。セーフですよ。あいつは優しさのセンスがすごいな。チエのチミドロ。ニヤケズラやめようか。ニヤケズラを、うんうん、真面目になってたからな。真面目よ、うん、これは。でもこうちょっとニヤけてるぐらいの方が入るかなと思って。みんなにはどうする？いや俺はアウトやで。そら絶対絶対揺るがんこれは。あ、そう、うん、うわどうしようかな。賞味アウトやね。うん、あ、はいはい、俺も、うんうん、うわせやな、まあ、せやな、アウトやな。うん、うん、結局、うん、せやな、ごめんな、うん、なんとかしてこう、はいはい、つなぎ止めてあげたいなとは思うんやけど、はいはい、チャナは夢って持ってるん？夢も持ってるよな。それ夢叶った時ってどう、うん、どう感情が、うん、え、それはまあまた俺次の夢が出てくるんじゃないかなと思う。そうなんや、うん、なんか俺すごいそこを心配してたから、うん、夢を達成した時って、うん、嬉しくて、うん、もう他に夢作らへんのちゃうかな。なるほどね。そこで満足しちゃって、うん、って思ってたから、うん、なんか、うん、新しい夢を作るって言ってくれたから、うん、すごい嬉しいというか、うんうん、あ、ごめんな。いや全然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 アウトで。